どうも、サヌイです。サヌイです。アイドルになるためにたくさん動画を見てるんですけども、はい、今回は JO1 のローズパフォーマンスビデオを見ていこうと思います。行きましょう。はい、はい、ローズという楽曲は今回のミッドナイトサンに入ってる曲だよね。うん、カップリングであるうちの一つで、全く見てないので。そうだね、曲だけは聴いてるんだけど、パフォーマンスこれは見てないので。たくさんパフォーマンス用意してくれるからね。そうだね、うん、すごいと思う。なんか結構 PV っぽく作られてるから、ほんと楽しみです。はい、はいはい、では見ていこうと思います。はい、行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。わ、色味がローズっぽいね。もうセットがローズだよ。あ、結構あれか、ステージっぽいね。おお、うえこれ用の衣装なんだろうな。だね、見たことないよ。うん、うえー、すげえいいね。 あれじゃないこれ。ん、衣装はミュージックビデオの白赤の時や。はい、相まってローズっぽいんだ。はい、音サビ。おお、こんな感じなんだ。シオンセンターじゃん、すげえ。レンクの見せ方えぐい。いや、えぐいな。結構スマートやね。うん、うん、なんかローズっていうね、曲ぐらいスマートやわな。うぇ、ん、ー。OK、ごい。うぇー。ラップ。はい、おー、今の仕草はかっこいいな。 Take my hand。 きれい、弾きで見たい今の。チンキ君うまっ。うまいな。あ、今の、ロース。おえー、お、香りが、ここで香り、おしゃんやな。洒落てんな。ソロがすごい。うん。うまいな、ケゴ。うん。おーい、ダンスパートあったんや。うわすごいんだけど、ステージマジで。すごい。うわ、かっこいい今の。今の振り付けやばいわ。うわ。おい、マジでかっこよくない顔。マジでかっこいい。セクシー。音の取り方めっちゃいい。おえー。おー。ローズ。かっこいいなぁ。かっこいい。またすごい PV でしたね。すごいね。PV じゃないか。パフォーマンス、まあ PV だけどね。うん、パフォーマンスビデオ。うん、いやー、なんかそれ用のセットも用意してあって、そうで、ね、バラの絵が投影されたりとか、うん、明かりがビーってレーザービームだったりとか、うん、演出もしっかりめっちゃ美味しい、うん、めっちゃ凝ってた。凝ってた、うん、なんかカップリングのパフォーマンスビデオとは思えないくらいにやっぱいい映像だったね。おそらく衣装は、うん、その今回のスパカリの衣装がもう一個あった赤白のやつとか黒のやつがあって、うん、多分それをそのまま使ってると思うんだけど、うんうんうん、それがもう色味ローズにめっちゃ合ってるから、相まってたよね、うん、だからそのまま使える流れみたいな感じ、うん、実際はなんかそのね、スパカリの中でも逃げた世界というか別の世界の衣装だった時にあったから、まあ、周りは結構カラフルで分かんなかったんだけど、うんうん、こう見るとまあローズっていう感じのね、そうだね、衣装だったから
全然気づかなかった。気づかなかった、うん、俺印象に残ってる振り付けみたいなのがあるんだけど、うん、スカイが出てきての、うん、ローズっていう時計だな、香りか、ああ香りがのところかな、ここでするね、おしゃれと、おしゃれだな、うん、なんかこんな感じのかった、こんな感じちょっとなんかこうなんかちょっとなんかこうつまむじゃないけど首元から持ってくる、うん、なんか香水をイメージさせる、そうだよね、うん、振り付けっぽいのがおしゃれだなって思った。いやおしゃれだったな、うん、まあ、それがちょっとサムネにもなってるから、なってるね、まあ、キーポイントだったのかもしれない、うんうん、でサビは結構ダンスパートなんだけど、うん、音サビなんだけど、うんうんうん、そこセンター務めてるの全員ラッパーの子たちだから、シオンとかルキ君とか、確かにそうだ、センターやってたから、うん、みんなダンスうまいし、いやうまい、本当にダンスが結構際立って見えるパフォーマンスビデオだったなっていう、うん、そう、まあ、暗い部分っていうかわざとそうやって明かりでね暗く見える部分はあったんだけども引きも多くて、うん、なんかしっかりシルエットも見えたから、見えた見えた、マジ曲も音サビっていうか、うん、音だけのところめっちゃ多いから、うん、最後のダンスパートって結構長くなかった、いや長かったね、ウェーブとかめっちゃかっこよかったし、うん、結構体のウェーブ使った振り付けが基本多かったね、あやっぱセクシーさをイメージするにはやっぱウェーブを使うのかな、やっぱり下から持ってきたり、うん、首からどんどんどんっていったりみたいなのがめっちゃ多かったなっていうのから、うん、やっぱ JO1 はやっぱダンスパートっていうのが揃ってて、例えばセンターの子が動いて周りに伝染するみたいな振り付けが多いのがやっぱ醍醐味だと思ってるから、うん、それをやっぱ活かせたパフォーマンスだったね、うん、そうだった、うん、この JO1 のローズの俺的ベストパフォーマンスを選ぶとすれば、純喜くん の、うん、あの手だけを動かす振り付けが、はいはい、うん、抜けてちょっとあるんだけど、うん、あそこが綺麗だなっていう、はいはいはい、手の振り付けだけっていうのは結構見えやすいから、うん、雑な人は多分すぐバレちゃうというか、そうだ、逆に見えないもんね、うん、綺麗、そう、でも純喜くんはしっかり線を通ってるというか、はいはい、もう通ってほしい通過点をしっかり通りつつも形を崩さずに手を自在に操れてるっていうところがとてもすごかったなと俺は思いましたね、あの一瞬だけで本当にうわってなったから引き込まれた、うん、して僕のベストパフォーマンスは、うん、2番の終わりでちょっと静まり返って、レン君以外のメンバーが縦に並んだ時にレン君がその真ん中を通って出てくるところがあるんだけど、うん、そこの音が鳴った瞬間に後ろ振り向きながら抜いたような振り付けをするんだけど、うん、あそこのしなやかさがマジで良かったなって思います、うん、はい、しなやかさってね、うん、なかなかできるもんじゃない、できるもんじゃない、うん、結構パワー、音は鳴ってるからそこは見せなきゃいけないんだけど、うん、その音に合った抜き方というか、うん、しなやかさが完璧にできてるし、できてるしというか、本当にそれがすごくて、うん、で僕たち結構ダンスやってる時にパワーは十分にあるんだけど柔らかさがないっていうか、うん、こう言われる時が時々あるんだけど、うん、まあ、それを、まあ、課題でもあるからこそマジですごいなと思って、うん、ぜひもうレン君から学びたいなって、ほんとね、うん、学べるもんなら学びたいけどね、もう見てもう感覚を掴んで柔らかさ手に入れるしかないんだけど、まあ、レン君はさらにもパワーもしっかりあるし、うんうん、まあ、その力加減のまあニュアンスというか、うん、そのバランスっていうのを知りたいな、最強だよね、うん、バランスも完璧すぎて、うんうん、この「ローズ」っていう楽曲のパフォーマンスは今の JO1 が出せるセクシーさと、まあ、ダンスに関してはしなやかさとパワーが見られるパフォーマンスかなというふうに思います、うん、はい、今回は JO1 のローズのパフォーマンスビデオのリアクション動画でした。以上、サヌイでした。